あ、昔、確信犯という話を聞いたことある。その時に、確信犯って言ったら、知ってることをドヤ顔でやるみたいな。そのことを指すみたい。ただこれ違うんですよね。確信犯。ドヤ顔っていう部分では合ってる。でも、知ってないでドヤ顔でやるんですよね。交通違反を知ってて犯した。確信犯じゃないです。こんなルール知らないよ。または、これはいいことだよ。って思って、本当に知らずに天然な状態でルール違反を犯した。それが確信犯なんですよね。それこの確信犯という言葉。まあ、正直、私たちの生活の中でないのかなと思いますね。なんか大なんとか世界とかって言って、そこで思いっきり洗脳されてる。自分が爆弾抱えて、自爆すれば、天国に行けるみたいな。そういう話なんですよね。だから私たちには想像できない話。まあ、ちょっと危ない組織。そういうところの子供たちが、なんか将来爆弾犯になるために洗脳される。こういうことをやると天国に行けるみたいな。天国ではすごいいい生活が待ってるみたいな。そういうこと吹き込まれる。そりゃ子供の時から吹き込まれればそう思っちゃう。そしてやってしまう。もちろん死にますよ。それが確信犯なんですよね。だから、まあ、この言葉、間違えられて使われる。その背景には、そんなものが身近にないからなんですよね。まあ、幸い日本、そういうことないですよね。まあ、みんな知ってるのかな？本当のことを知ってるのかなっていう。まあ、あとこの確信犯という言葉、宗教戦争的な考え、それにも繋がると思うんですよね。まあ、お互いみんな確信犯ですから、それが素晴らしいと思って、お互い主張する。場合によっては、悲しい喧嘩になる。喧嘩って可愛いけど、もっと大規模な喧嘩みたいなね、戦争か。だから、なぜ確信犯っていうのを間違えてしまうか。そんな状況、そんなものを見てないからですよ。って感じましたね。まあ、というか、確信犯なんて言葉、使わなくても、他の言葉で置き換えれますからね。だからよくわからないもの、仕様がよくわからないもの、そういう部品を使わないってありますけど、そういう言葉も使わない方がいいのかな。使う場合はしっかり仕様を確認して、データシート確認して、必要ですよね。エンジニアの話になりますけど、データシート、仕様を確認せずに、コンポーネントとか IC とか、プログラムのサブルーチンとか使えないですよね。しっかり仕様を確認の上使う。言葉もそれと同じなのかなと思いましたね。多分確信犯という言葉、普通な私たちの日常会話じゃ出さなくてもいいのかな。そう思いましたね。